いきますか。はい。3、2、1。さあ、というわけで、豊さん、やっと進んだかもしれないっていうところで、はい、この先、ね、気になるのでやっていきましょう。続けましょう。うん。明らかになるのかな？なんでしょう？なんなんだろう？ん？ん？こんなシーンあった？ごめんなさい、遅くなりました。いや、ちょうど始まったとこだから。あ、できたんだ、映画。あ、できたんだ。できたんだね。まださ、NG シーンのをカットして粗く繋いだだけだから。そうなんだ。あ、この映像。他の部員の人たちは？え？この映像さっきのあれであったよね。うん。あとは二村が来るはずなんだけど。またね。はい、私。どうしたの？もう始まってるよ。あ、そう。それでどんな風なの？わかった。私も顔出すわ。うん？どうかしたんですか？ええ、二村君が怪我したみたい。二村だった。手を機材に挟んだとか言ってたわ。え？ちょっと見てくる。手を機材に挟んだ。大したことないみたいだけど、とりあえず私部長だからね。じゃあ僕も行きます。うん。行くよ。すぐ戻るから留守番してて。二人きりか。うん、二村のやつ、大丈夫かな？あれ？美月見て。今気づいたんだけど、このカット、何かおかしくない？うん？そう？あれ？何かな？なんか気になるんだけど。気のせいじゃないかしら。え？ちょっと待って。え？あれ？そうかな。いや、絶対おかしいよ。え、あ、そうか。わかった。うん、つまり。なに？え？終わっちゃった。ふんじゃねえよ。まだまだ愛が足りん。もっと彼女のことを考えてやらねば。うむ、その通り。ふんじゃねえよ。いっぱい愛を注げってことなんだよね。真犯人。まあでも真犯人は美月なのか。美月だよね。でも愛を注がなきゃいけないんだ。さあ、ということで分からなくなってまいりました、このシリーズ。とりあえずここでカットして、ちょっと考えます。伊坂さん、これどういうことだ？二村だったってことだよね。いや、ちょっと待って、違う。絶対でもあのフンって言ったのは美月がフンって言ったわけでしょ。うん、フンって言ったのは美月だ。ってことは美月に殺されてるよね。さっきも美月だった。愛情を注げば殺人鬼にはなんないんじゃない？そういうことか。なんで殺されなきゃいけないの？愛したから。わからん。ゆたかさん、これはね、攻略サイトをちょっと見てみようか。見るの？見ちゃう。いや、これさ、いや見ないでやるつもりだったんだけど、うん、全く覚えてないからさ、俺、うん、ヒントも何も言えやしないんだよな。じゃあさ、バッドエンドになったところから続けてみるの？やってみようか。一回それやってからにしようか。ね。ね。これ、今のバッドエンドから。うん。一応保存して。うん。もう一回やってダメだったら、あの、見ましょう。見ましょう。見ましょう。うん。
最後のね、うん、うん、何が悪かったんだろう。多分7話目までは良かったんだよね。うん、そこら辺までなんか変わりない感じだもんね。うん、じゃあとりあえずもう一回撮ってみて、はい、こっから考えよう。はい、いきます。3、2、1。はい、というわけで豊さん、はい、我々はまだめげてないぞとね、まだめげてないぞと。結構とりあえずバッドエンドになったところのから始めてみようと。始めてみましょう、うん、セーブはしてあるんでね。そうですね、続きから、うん、バッドエンドの後にセーブしますかって出るんで、はい、そのセーブデータをね、一応我々残してある。さっきぶん殴られたところからね、うん、これね、こっから始めたらどうなるのかっていうのを見よう。はい、ディスク1、ディスク1をセットしてください、ね、頭から始まんじゃねえかこれ。マジか、普通に頭から始まんじゃねえか。マジか、カットします。重要なところに飛ぶんじゃないのかな。重要なところに飛ぶかな。始まるかな。どうでしょう、ロードデータ。あ、また選ぶのかなこれ。あ、そういうことか。そうだね、3、2、ね、あれあれ、ディスク1今入れた。ディスク1入れてますよ。読んでんのかな今。出してもう一回入れてみたら、うん、あー、言いたいっすって、言いたいっていう方がいらっしゃいますね。これは生放送の方のあれだね、意見を聞きながらっていう方向も考えてもいいよ俺は、うん、この後ダメだったらね。あ、言ってみて。3、2、1。さあ、ゆたかさん、我々はクリアできると思うかい。これ結構ドツボにはまってる感じで、ね、あれあれ、ゆたかさん呼んでください。人は誰でも様々な顔を持っている。これスタートだよね。うん、生きていくため、仕事をするため、そして恋をするため、僕は一体いくつの顔を持っているんだろう。そしてどれが僕の本当の顔なんだろう。ダブルキャスト。ということで、ゆたかさん、これ頭からだね。そういうことなんだね。飛ばせるなら飛ばそう。よし、ゆたかさん見る。そうだね。じゃあ、我々気になるから、うん、正解のルートを俺が説明しながら行くから、うん、ってことにしようか。うん、よし、一旦切るよ。なんだろうね、うん、そうなんか。皆さんのコメントが一回ね、あ、生放送の皆さんごめんなさいね、生放送のコメントは消えます。ここから攻略ルートをね、今から我々が検索してグッドエンドとりあえず見たいと。これ見ないで寝るわけにいかねえだろう。だって、うん、なんだっけ、ダブルキャスト、ダブルキャスト、うん、え、どこで間違ってたんだろう。優しくしてたよね。結構優しかったよ、ゆたかさん。あれ以上に優しい言葉があったの。少々お待ちを。エンディングには2パターンあります。はい、1つ目は事件が解決して二村の告白あり、うん、え、二村関わってきてたんだ。え、キスで終わるもの。2つ目は事件が解決し二村の告白がなくキスで終わるもの。え、二村は何だ。2つ目を見るには基本の選択肢はグッドエンディング1になるように選び、島に着いて部屋で二村と話す場面で二村が好きな人は美月ではないということがわからない選択肢を選ぼう。ちょっと待って、これよくわからんぞ。あ、グッ
グッドエンドしよう。ニコ生。いやいやいや、ここで見ちゃったらおかしいだろ、だって。俺たち、ニコニコじゃなくて。あー、始まった。あ、まあまあ、どっちにしろ。うん。え、どっかないの、なんか。まあ、とりあえずだ、うん、この選択肢を見ながら選ぼう。うん、やっててみようじゃないか。じゃあ飛ばしながらだね。そうだね。はい。あ、これまだ録音がしてないもんね。あ、そうだね。 Google 先生、 Google 先生来ましたよ、皆さん。じゃあやっていきますか。はい、3、2、1。はい、というわけで今ね、 Google 先生で調べました。はい。で、なんかそれっぽいの見つけたから、俺の指示通りに選ぶように、うん、で我々が見たことないところまで来たら、うん、あとはこっちだけでやろう。うんうん、うん、そうですね、うん、やってこう。じゃあそれまで飛ばしますね。うん、どんどん飛ばして、もう三角ボタンでスキップスキップ。あ、三角押しっぱなしでいいんだ。うん、押しっぱなしで、押しっぱなしで飛ばそう。うんうん、これが我々の出会いだったと。うん、からの来ました。うん、最初に病院って言っちゃったんだよね。あれ、ん、これかな。そんな、まだ騙そうと、え、そんな選択肢あったっけ。うん、最初これだった。病院で見ろ。そんな、また騙そうとにしましょう。はい、オッケー。そんな、また騙そうと。二度は騙せないか。お、新しい。少しずつ君のパターンが読めてきたよ。ほう。さあ、次の手は何？ちょっとこれ冷たくない？ね。大丈夫なのか？お、懐かしい。あ、懐かしい。これ懐かしいね。ゲームオーバー。え？え？これ以上、僕は何も進められないわ。ん？じゃあ、本当に。本当に記憶喪失。そうだな、信じられるわけないよな。この辺から同じかな。三角。お、住所は、住所は分かんねえ。うん、口調違うよね。分かんねえって言ってて。うん、そう、名前は、名前は、ね、名前は言わないと思って、いい名前じゃないか、言えないのか。うん、飛ばす、ね、飛ばして、いい名前だ、いい名前だよ、美月。あげてあげて、で僕のところ来るって言えよ。うん、これあれか、この子にちゃんと好かれなきゃいけないっていう、そういうのもあるのか。そういうのがあるのかな。うん、事件を知りたい。まあ、いい家でいいや。いい家でいいよ、いい家でいいよ。行こう行こう。うん。はい、飛ばして飛ばして。どんどん飛ばして。スキップスキップ。あれ？僕んとこ来るみたいな選択肢なかったよね。うん。あ、勝手に一番いいやつ選んでくれんのか。そういうことなのかな。ぽいね。うん。あ、うん、選択肢ないね。一番いい選択肢を選んだところは OK ってことか。うん、ラーメン屋だ、豊さん、ラーメン屋だよ、ここは。うん、ラーメン選ぼうとしたんだけどね。お、はい、お待ち。わあ、美味しそう。うん、なんだなんだそれは。ラーメンすげえね。みんな見てる。そんなに慌てて食べなくても、ラーメンは逃げてきゃしないよ。やっぱり肩つれてるんだね。うん。そんなに好きかい、ラーメン。お？記憶？そうだったみたいです。変わったお嬢ちゃんだね。
それにしても美月がこんなにラーメンが好きだったなんて意外だな。もしかしたら僕の財布の中を気遣ってくれてるのかも。あれ、今日のナイターはどっかな。おやじさん、ガラどこに置きましょうか。あ、ちょっと待ってくれ。このテレビが何か意味があるのか。家庭の精神医学、今日も前回に引き続きゲストとして南西総合病院精神科の森崎愛美先生にお越しいただいております。先生、前回はストレスについてお話をお伺いしましたけれども、今回は、ええ、そのストレスが発生することによって反応する人の警告反応という説明をしたいと思います。どうしたの？野球興味あるの？いや、そこじゃないよね。僕テレビ見てた。え？見てたじゃない。ガン見してたじゃない。そうだっけ？何そのとぼけ。やばいね。いい記録しときましょうか。しときます。いや、いい家にしちゃったね。行こう行こう行こう。全員始まりました。ああ、これあれだね。飛ばしましょう。飛ばそう。知ってるとこは飛ばそう。この辺はオッケーでしょ。ね。来ました、二村。このキャベツを切るシーンのさ、いつもキャベツ。アングルが変わるの気になるよね。うん。この辺はもう全然。ここも一緒だね。同じだね。茶番がありーの。これ終わんのかっけよ、これ。生オーツ、絵がなでしこの人だねと。お、なに？なんていきなり名前聞かれちゃった。ふんあっそう。ふんあっそう。ふんあっそうを選べ。優しくしなくていいの？ふんあっそうだよ。ふんあっそう。その、なんていうの、ジェラシってる感を出せ。一人の男性の心を惑わせてしまった。罪作りな僕。またってなんだよ。惑わされた一人目でしょ、君。これ見たかな。見たね。飛ばそう。あ、セリフとか覚えられてる。選べ。これさっき違かったもんね。まあまあってとこかな。本当？記憶喪失な分、セリフを覚えるのも早かったりすると助かるんだけど。で、ここ控えそうになるやつ。同じか？飛ばせる？飛ばそう。今の。あれ？飛ばせない？大丈夫、美月。僕を狙っていた。あれ、佐久間先輩なのかな？ねえ。ここは。気をつけないと。気をつけないと。僕がいつも一緒に一緒にいてあげられればいいんだけど。これ見たよね。一緒だね。飛ばそう。スキップ。お。ああ、二村から。これもさっきは話したよね。飛ばそう。関わるな。来た。あれ？すぐにあの女から離れろ。ちょっと待って。あの女には近づくな。これさ、あれ？さっき俺読んだよね。あれ？声出てた。あの声って佐久間先輩。佐久間先輩。行こう。保存しようか。保存していいぞ。佐久間先輩だね。さっき声出なかったから俺が読んだとこだ。あれ、じゃあデータ1に
上書きします。続けよう。なでしこの人ん全く見たことないシーンが出たら、うん、そこは普通にやろうよ、うん、やべやべ、よし行こう、続けます、よし行こう。下手したら今日で収録が終わらないかもしれないな、うん、飛ぶのかなこれ。あ、飛んだ、うん、飛ばせるとこは飛ばしていこう、うん、うん、確かに。あれ第一作目の主演女優のお墓、これ、ね、これを選んだよね。うん、そう、どういうことなんだ。うーん、おおおう、うん、おう、うん、飛ばそう。うん、次が美月すごいな。本当に本当にこれでいいんだろうかって感じがしてくるけどな。一緒なんだよね。うん、結構合ってるよね。うん、あれあれあれ、あれ、美月どうするか、美月どうするか、うん、それも選んだよね。わかんない、うん、スキップスキップ、うん、スキップしよう。で仲良さげにしててジェラシーして、あ、ここは麗しのナイト様にでも送ってもらったら、はい、これはやんなかったね。うん、お前焼いてんのか？お、なんだその目は。うん、そんなんじゃねえよ。はい、次はどうしたどうしたと2回選んでください。おい待てよ待てったら、嘘、さっきの冗談ねえ。おい、このまま一人にされると本当にさらわれちゃうぞ。うん、こっからだね。どうした、どうしたんだ、あれあれあれ、選択肢出ねえけど、どういうことなんだ、うん、どうしたんだこれ、うん、チェンって、あ、次じゃない、うん、一人で勝手に帰ってこい、こっからだね、もう一回来てこれだね、うん、チェン、また悲鳴なんてあげちゃって、どうせ冗談なんだろう、どうしたんだ、どうしたんだ、どうしたんだ、むむ、何やってんだ、うん、お前、こっからは同じかな、飛ばせるかな、あ、飛ばない、飛ばないので当たると、コンつって怪我すると、当たる、あれがおそらく佐久間先輩だろう、うん、スキップスキップ、うん、うんうん、この辺は同じか、うん、はい、行こう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 、いや、あって、なんか、ね、大丈夫かこれほら早く集合時、見たねこれからの、先輩のなんかリゾート地に行くやつだな、うん、飛ばそう、うん、ん？飛んでるね、はい、ちょっと友達が来てて、ちょっと友達が来てて、あらあら、彼女お邪魔だったかしら、お、違うね、あ、うん、違います、血違います、そんなんじゃなくて、あので、電波の入りが良くないですね、ちょっと待ってください、うん、どうですか、ここら辺から同じかな、うん、スキップしよう、
で、おっぱいを ラッキーを選んでください。うん、これは願ってもないチャンス。ここから堂々とミツキと一緒にいられる時間が多くなる。うん、ちょっと佐久間さんは気の毒だけど。これ、聞いてんの？聞いてます。まあそういう事情なら仕方ないですよね。あ、そうか、怪我した時ね。うん、そうなると本来の僕の仕事は誰が？あんた。え？何バカなこと言ってんの？佐久間の分欠員ができたのよ。そんな余裕あるわけないでしょ。2つやるんだ。そうね、伊坂さんは編集と役者と。そんなとほほ涙だね。まあ、演技指導とか私が何とかするわ。あー、それとクライマックスのシーン、私のうちの別荘で撮影することになったから。うん、で別荘に行くわけだ。へ、よーし、もう真相が気になってしょうがないぞ。おい、みつきちゃんにも連絡よろしく。じゃあね。これは切られちゃった。はい、で部長でした。で多分見てたんだよな、ね、ここはな。うん、これは部長でしたと、うん、見ながら言ってたぞと。うん、スキップかな。うん、飛ばせるとこ飛ばしてこう。うん、スキップだね。ほとんどでもさ、間違ってないんじゃねえか。美月にフォローしてもらうさ。そう、これは選んでなかった。何言ってんの、僕だって初めてやってるっていうの忘れた？そうだったね。初めての僕ができるんだからできるって。うん。それとも僕が相手じゃ不満？そんなことない。そんなことないよ。分かってるね。ゆっくりしない。なんとかなる。うんうん、これすごいねって言ってたね。飛ばそう。うん、そろそろどっからセーブしたいね。次かな。うん、次セーブしようか。スキップ。飛ばせるもん飛ばしていこう。うん、ここだ。この鉢植えが落ちてくるところは何かあると思うんだよな。うん、ここで間違えたな。はい、これさっきもう少し。うん、うん、話題を変えようだ。うん、話題を変えよう。話題を変えよう。ところでさ、どうかな、主役の演技とか。主役って、美月ちゃんのこと？彼女すごいよね。こう、なんていうか、脚本のイメージにぴったりだよね。うん、しかしだ、そんなことより、僕が疑問なのは、美月ちゃんと君の関係だよ。お、え、バレてるぞ。君の何なわけ？お、君の友達だよ。友達だよ。ふん、本当？怪しいな。いい顔するね。うん、本当だよ。まあいいや、信じるよ。でもさ、うん、面白い子だよね。そうか。なんかこう、急に男言葉喋ったり、急にぼーっとしたり、まるで別人になっちゃうみたい。このこと変わって、二重人格。一緒にいると楽しいよね。ダブルキャスト？ダブルキャスト、そういうこと？男言葉、僕といるときはいつもそうだけど。結構みんな狙ってるんじゃないかな。お、そうなの？もしかして二村も？僕？僕は違うよ。僕は他に。え、他に？誰か狙ってる子いるの？なんでもない。なんでもないよ。なんでも。そこをはぐらかすなお前。男同士だろ。部長だねこれ。部長だね。さあ行こう、先輩たちが待ってるよ。うん、これでなんかフラグが立ったんじゃないかな。うん、義務としてでも意思としてでも飛ばそう。これ飛ばそう。ん、はい、びっくりびっくり。はい、びっくりびっくり。はい、うん、いい返事だ。うん、やる気だけはあるみたいだね。うん、だからといって演技とそれとは別だけど。そうですね、女の力は偉大っていうか、男がバカっていうか。うん、僕は何も。これも多分読んだやつかな。
次は情けないを選んでください、うん、はい倒れるとかね、うん、おっぱいで鼻血でそろそろ保存しとこう。うん、あれ選ぶとこなかったな。うん、そうだね。とりあえずどっかに保存しとこう。バットのところに帰ってきました。寝れませんでした。よーし、たこ焼きデラックスさん最後に一緒に見よう。うん、続けて。今ね、あの攻略サイトを見ながらね、攻略サイトを見ながらこの先が気になるから、我々はグッドエンドが見たいからね、うん。あ、ここ、あ、こっから見るのやめようか、ね、しょうがないだろう、選んだじゃん、うん、ごめんを選んだ後からちょっと見るのやめて普通にやってみようか。うん、いく。うん、ごめんで。しかし鼻血はないよな。なんかエッチなことでも考えてたんじゃない、うん、もちろんだバカ野郎別にそんなことおお、向きになるところがますます怪しい。一発やらせろ、この野郎。部長さん、綺麗だもん。そっち？そっちなの？あれ、図星？そっちなの？違うって。冗談なのに、本当にからかいがいがあるよね。うん、悪かったな。でも感心するよ、美月だって演技することなんて初めてのはずなのに。これ見たね、うん、うん、まあまあまあ見てこうか。実は私、旅芸人の娘だったりして。これ本当だったりしてな。うん、そんな記憶あるの？ないわよ、そんなの。なんだ、飛ばせる？ちなみに、うん、あ、飛ばせるんだ。さっきは天性のものだねを選んだ。今答えの方を確認しました。天性のものだねで、よしよしなんだね、うん。そうかな、優しくしてるもんね、うん、こうなんていうか演技してるって感じ。なんか変わったのかなって感じするけどな。うん、逆に何切っちゃうよね、うん、そんなに深く考えてやってないって。でもそう言われると、でこうギュ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 鼻に詰め込んでるでしょ。自分で演じてるって感じじゃないよう な、うん、なんかここまではでもそんなに変わってないよね。うん、すごいんだあ、いけない。で、ここだ。ここだよ。どうしたの？みんなのご飯作んなきゃ。ごめん。いい子だなぁ、なんつってたら、ここで鉢植えが降ってくるんだな。こっからなんか変わるか？降ってこない。寝ましたね。あー、ほんとにだらしねえの。ここだな。うん、来たね。あ、顔した、避けた。世界が変わった、世界線が変わったぞ、豊さん。おや、よし、こっから見るのやめてちょっとやろう。なんでこんなものが落ちてくるんだ。うん、もし直撃したら下手すると命だって。うん、おおこれじゃないでしょう。ちゃんと固定しとかない、しとかん、固定とかしておかない、しておいてほしいよな。よし、それで行こう。こっち？いや、任せる任せる、豊さんの好きな方でいいよ。今までからするとこれ誰かがやったんだよ。うん、まさか誰かがわざと。いいよ。しかしなぜ。うん、え、むむ、世界が変わった。美月の声、二村、今の聞こえたろ？うん、女性の悲鳴だよね。いや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 今の悲鳴、美月ちゃんの部屋からなんだけど、ドアが開かないの。ちょっと来て。おい、どうした？何があったんだ？どうしましょう？ドアぶち破りましょう。破ろう。待って、今マスターキー持ってきたから。うん、え、美月、何なんだこのたくさんのガラスの破片。椅子、誰かこの部屋で襲われたのか。暴れたのかでしょ。暴れたのか。うん、美月ちゃん大丈夫？
怪我はない？あのガラスはどっから？どうしたの一体？誰がやったのこんなこと？私です。え？美月ちゃんが自分で？なぜ？なぜ？おうおう、なぜ？そこの衣装ケースの鏡を見たら誰かが私を見つめていて。鏡？誰かが窓から覗いてた。怖かったんです。とても。目を合わせたらそのまま吸い込まれていきそうな冷たい目。なんとかその視線から逃れようと思わず椅子を投げちゃったんです。ん？ベランダには誰もいないみたい。でも覗くって言ってもここは2階だし、下から登ってくるのも大変なんだけど。そうですよね、私の気のせいだったのかもしれません。誰が美月を覗いていたのだろう。まさかあのバイクの男、僕たちのことを追ってきた。それともまさかこの部員の中に。まあ豊さんの好きなやつで。いや、優しくしなきゃいけないからね。そうだね、僕が一緒にいよう。うん。部長、多分赤坂さんは役作りに励んだために少しナーバスになっているのかもしれません。あ、そういうこと。これ死んじゃうかもしれない。今夜は僕の部屋に泊まって。どさくさに紛れてなんてこと。まあそうなるな。みつきちゃん、今夜ここで眠れる？ガラス割れてるのに。いやどうすんだ。仕方ないわね。私の部屋へいらっしゃい。あんたたち部屋片付けといてちょうだい。はい。しょうこちゃん、荷物お願いするわ。はい。あの子、翔子ちゃん。翔子ちゃんって言うんだね。大丈夫？はい。すみません。変わったな。あれ？これ、美月のベランダってことだよね。そういうことか。だよね。やっぱりここに植木鉢の跡。誰かがここからわざと落としたんだ。その人影を美月は見たのか。しかしどうやってここに。隣かな。まあ豊さんに任せるよ。隣のベランダか。隣のベランダとは間隔は空いてるけど、ジャンプすればなんとか飛び移れる距離だな。結構距離ある。ジャンプするか。おお、ごめんごめん。もう美月とかがやったとしか思えないけどね。わ、セーブしましょう。まあセーブしよう。ちょこちょこセーブしていこう。ここから、はい、さっきのデータ2に入ってるので、データ3のバッドエンドを消しちゃいます。ちょっと一回切っとこうか。6から7に変わった。ほんとだ、7になった。一旦切ります。ということで、いいところに来たんじゃないか、ね、生放送の皆さん、なんだかんだで今もうどれぐらいやってるんですかね。時間的には3時間やってますよ。3時間やってますよ、豊川さん。うん、次あのエンディングね、バッとなり、グッとなりいったら、もうそこでもう一旦切るよ今日は。はい、ね。明日もありますからね。明日もあるんだね。明日もあるって、明日仕事あるってことね。まあでもこれさ、グッドに行くにしろバッドに行くにしろ、まあどうなるかは分からないけど、最後までやりたいね。ね、面白いしね、これ、気になるし。よし行こうか。はい。